あの言ったけどスライスね、たっちゃんなんかパワーあるんだからパワースライスでいいんだけど、うん、今見ててもやっぱちょっと落っこち気味今はね。だからスライス打ち行けで、スライス打ち行くんだけど、たっちゃんの意識では外に上げれば外から降りるでしょって言ってるんだけど、逆だからたっちゃんの体の動きは、うん、ちょっとやってみます、うん、すっげえインサイドからだよそれ。それでも、うん、なんでインサイドから入ってくるかって、外に上げるよね。そしたら体がどう使うよね、舌を使うよね、はい、そしたら勝手にインサイドに入ってくるよね。そんな高いとこから入ってこないよ ね、 入ってこないですね。だから逆なの、タッチャーの体の使い方。インサイドに上げてごらん、インサイドに上げたら外から入ってくるから。そうそうそう、うん、そっちの方がスライス出るよ、タッチャーの場合は。2本目ぐらいからスライスするんだよ。意識の中でインサイドに上げて外から下ろしてくるぐらいのイメージ。そしたら間ができるから余計タッチャンの場合、うん、それをもっと左に振れればスライスになるでしょ。今ちょっと右に出たスライスだから、もうタッチャンは自分の近い方から近い方からやった方がいいって、パワーあるんだから飛ぶんだからスライス。もうほぼストレートに入ってきてる。いい球だよ。でもカットに入れようとしてあの球になってるでしょ。スライス打ちな、左引っ張ったスライス。一丁噛みしてるってことは絶対左来るからね。もっと外からだね、スライス打つんだったら。ダウンの時ですよね。うん、もうこの、そうそうそう、この辺からこの辺真ん中ぐらいから向こうへ振ってかないと。そう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 、それがストレート軌道でも、たっちゃん今のでいい球なんですけど、ね、うん、だから今のがストレートなのよ。カット意識してもストレートなの、軌道が今最高の球だよね、うんうん、だからちょっとこうインサイドから入りすぎて、まあインサイドから入りすぎたのか、高いとこから入りすぎてちょっとポッと浮いてしまって、だから多分あのアイアンとかでもダフリー多かったと思う。ダフリー多いですね、うん、今ぐらいの意識、今ぐらいの意識でやっときゃ修正効くから。カット、うん、これでもあの本来のカット軌道じゃないからね。 あそこにまっすぐの軌道だから。ってことはちょいインサイドだよね、ドローヒッターの軌道だよね。ね、まあ、そんなにあの腰を切らなくてもいい。腰を早く切るってことはヘッドが遅れるって、あの手元が遅れるってことだから、こうでしょ、こうやって早く切るってことは手元がこうやって入ってくる、うん、それかもう切りすぎて高いところから入ってくるから最後落とさないと球当たらない。そしたらもうパクーンとかパーンしか出ないから、うん、だから意識の中でヘッドをストレートにまっすぐこうやって腰と一緒にまっすぐ切ってあげる、切ってあげるっていう表現はおかしいけど、遅い遅い、もう先にヘッド生かすぐらいのイメージ。そうそうそう、それでそれで、そう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 、もっとヘッド早く、そうそう、もっと早く、もっと早く、ヘッドをもっと早く、腰はそのままでヘッドだけ。そうそうそう、うん、そう、うん、うん、それでも今ドロー軌道なんだ、はい、
ドロー軌道。ドロー軌道。ボールをいつもよりも左にボール1個前出して、右サイド我慢して、こう先行かないで打つぐらいの意識で打って、スライス出る。私どこ行ってくる。はいはい。いい。はい。おいで。撮影中。え？撮影中。大丈夫。もうおばちゃん有名。有名なんですよね、三浦さんね。おばちゃんに今日悪いこと言わないでくださいって怒られるから。その意識、腰あんまり切りすぎないイメージでスライスね。うん、あそこにまっすぐってことはそういう軌道で、そういう軌道で出てる。だからスライスの時は左に置くっていうのは、この軌道ができるだけ外から入りやすくするように。今のそうやってやったら右から右のスライスしか出ないからね。でもタッチャンは本来スライサーなの。スライサーです。それがタターンって言って俺みたいなフックとかドロー打ってるっていうのはおかしいの。それはそれはコース行ったら当たらない。自分のイメージと逆球出るんだから。スライス出たって安心をするんですよね、うん、しかもタッチャンがいい時は多分自分よりも左に引っ張ったスライス打てるドライバーとか、うんうんうん、それが右から右のスライス出てるってことはもう落っこちて入ってきてるんじゃないの。もう左に引っ張って思い切ってアウトサイドイン、アウトサイドイン。うん、ナイスストレートドロー軌道。うん、思い切って引っ張ってるんですけどね。全然引っ張ってないよ。いいや、もう一回プレス。アドレスしました。いいよ、変えないでそのままスライス。全然いいよ、スライス。うん、いい球だよね。それで左に触れたら、もっと外からアウトサイドインで触れたら完璧。なんなら左のつま先開いておいてもいい。もちろん左のつま先を開く、うん、それにセダー。ああ、意識しなくて。ヘッドがこっからこっからこっちへ行って。そう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 やって普段は振ってたのよ前は。本当ですか。そうだよ。え、なんで笑ったんだよ。, 笑ってるし。おばちゃんにも舐められちゃったんだよ。いいです。どんな左のつま先開いてボールちょっと前目でさっきの方に振っていく、はい、逆球だよね。左に触れてないね。スライス回転、スライス。ほら、インサイド。下から入るね。まあ、ドロー打ち行きたいんだったらいい球だけどね。そういうつもりないんだけどな。スライス打ちってあの球でしょ、やっぱり、まあ、だから軌道に問題があるんだよね、だからスライスが出ないよね。今のタッチャーの軌道じゃ。もう腰のキレがありすぎるから、開きすぎるから先にね、ヘッドっていうのはやっぱ遅れて入ってきちゃう。ドローの打ち方、ドローが遅らして最後に効かすんだから。
前はスライス何にも考えないスライス打てたんだよ。打てた。もう逆に下使わないで小手先で打って。腰の切りもう腰その状態でいいから。ちょっとは回していいんですよね。する、うん、回さなくてもいいよ。回さなくて、うん、当たる気がする。うん、いい球だけどね。一丁紙だけど。まあ意識の中でやっぱりスライス打ちっていうんだから、こっからこうやって入ってくるぐらいのイメージじゃなきゃダメなの。こう入った瞬間絶対あのスライス出ないから、こうなの、こういうことなの。タッチャーの場合はもう絶対こう入ってるから、ね、今ね、こっからこうやって入ってこないんだよ。じゃあもう特別だ。特別お、なんすか、究極、なんすか、究極してフェイスかぶして、して握る。いや、あのもうそのままの状態で、あ、こうやって普通に握るでしょ。こう、うん、こうぐらい。これで左行かないように打って。左行ったら絶対あの、これ握り直しちゃダメ。あ、握り直していいよ。握り直し。これで左行かないように。左絶対行かせないで。ちょっと待ってくださいね。考えんな、考えんな。考えてる。サッカーボールで相手にパスするのと同じ感覚よ。左行かせないよ、絶対に。そう。抜いてますけどね。いいよ、別に抜いてもいいよ。そう。かつてこんなことを教える人がいたでしょうか。ほら、もうそれができないんだよ、なっちゃんと。ちょっと俺触れないから、ちょっと見せて。なんで触れないんですか。え、いや、手袋ないから。ああ、こうなってるよね。これを左に飛ばさないようにするには、こうやって打ってくるしかないよね。ヒールをこうやってグッと押し込んでくるしかないよね。これ普通に打ったら、それはあの左しか行かないよね。だから、まあこれトリッキーだよ。これだけ被してんだから絶対左行くんだけど、左に行かせないってこうやって打つ。そしたら腰とバランスが良くなかったら相手はならない。俺逆に被した方がスライスになるでしょ。俺もトリッキーなんだけど、この練習は絶対たまにやっとくのがいいかも。クラブ何でもいいでしょ。ショートアイアンでいいよ、別に。ですよね。真ん中ぐらい。そんな小手先じゃ絶対できないよ、これは。逆にかぶってんのよ、かぶってんのよ。ガーンってヒールを押し込んでこなきゃダメでしょ。左に行かせない打ち方ね。うまいこと打ったけど、そのくらいの下と上の使い方してこないと左に行っちゃうね。普通に振ったらフックしか出ないからね、それ。左から左のフックしか出ないからね。それを打たないでね、あのクラブハウス当たっちゃうから。ガーンってヒールを押し込んでくる、右腰と。そう。わかるんですけどね。うん。そのくらいのフェイスの意識がないのよ。うん。違う、もうそれじゃ遅れちゃってんじゃん。左に行かせないんだから、かぶしてこの状態でこういうふうに、この状態でフェースまっすぐ当てるには、腰はこの状態だったらもうダメだよね。もういや、この状態で回ってるよね、もう、もうちょっと回ってるよね、うん、
こうやってここから入ってこうやって戻せればフェーズ面まっすぐ戻せればまっすぐかフェードになるじゃん。まあまあまあ、うん、その意識で今までの普通の6番アイアンのフェース面まっすぐにして打ってなんも難しいこと言ってないよ。先週のコースと一緒頭真っ白になった何も難しいこと言ってないよ。今のでフェース面意識できてるはずだからもう意識しないでいいよ。かぶせないで普通に普通に、うん、普通に打っていいよ。でも使い方一緒よ。体の使い方は、うん、もうちょっと、ね、いいよね、ドローヒッターの軌道だけど、今のタッチャーはスライス難しいかな。でもさっきやったそのフェースかぶして左行かせないっていうのはやっぱ体で打てないと小手先だったら絶対に無理だから、上と下がバランスよく左手がリードしっかりできて初めてまっすぐ飛ばせるから。まあ当たりは悪くない。だからさっきの練習で勘違いしちゃいけないのは、かぶしてるからって左手を出しゃいいってもんじゃないか。出したら左手を出したら必ず腰は回ってないと手元がただ浮いた状態だから、これが左手が回っ腰が回ってるから左手が低い位置かぶってて、ね、これを手元だけでこうやってやろうとしたって絶対こうなる。これをこうやってこの状態で左手リードして腰が抜けてたらまっすぐなフェース面になるでしょ。腰が抜ける、うんうん、ねそれを手元で左行かないようにってこうやってやるから余計左行ったり右スライスになる。やります。これ原理ね、原理、俺が言いたい原理。練習だったら別に初対面でもいいよ。まあいいや、その場でかぶしてごらん。ボールかぶしました。かぶしたのをこのかぶしたのをこのフェース面をまっすぐするにはどうする。左手リードが出て腰がさえそうだよね、うん、そういうことだよね、うん、そういうこと。手元までだけ前出したところで変わらないから。そう、うん、その意識が出れば大丈夫。ちょっと練習場でそれちょこっとやってみな。そしたらちょっとスイング良くなると思う。上と下のバランスも出ると思う。とりあえず3連休なんで、うん、これ絶対ちょっと やっとく、はい、左行かせないだ。ありがとうございます。